台北機械省における1970年代の工場配置着色部分は鉄道車両生産拠点を示す。1998年頃の新築新豊工場、東久市鉄工省は台湾の企業家である東久市が1940年に創立した鉄工メーカーである。東久市鉄工省は1940年日本統治時代の台湾において 東久佐市鉄工所として設立された。第二次世界大戦後、台湾に残された日本資本の製鉄設備を買い入れて、東久佐市鉄工所と改名した。かつては台湾で最大の民間企業であり、台湾全土に多くの鋼鉄加工事業所を持った。ところが、当事長の東久佐市は、 鎮西と小渓谷による小解析の後継者争いに巻き込まれることとなる。東久佐市鉄工省は、オールド台湾ドルからニュー台湾ドルへのデノミネーションに、際して援助を受けるなど鎮西と縁の深い企業であったが、鎮西の死去により、小渓谷が後継者に確定したこともあり、中華民国政府に接収され、1962年より台湾省省営事業とされた。 東久氏は失意のうちに亡くなった。その後台湾が飛躍的な経済成長を遂げると産業保護条例により守られていた東久氏鉄鋼構省は国外の同業他社との競争についていくことができず業績は下落した。1999年の政府制度改革により経済部に属する国営事業となった。2006年8月には株式上場を果たし、 再び民営化されることとなった。2002年、東久佐市鉄工所は、中国公鉄、日本車両、住友商事との四車合弁で、台湾車両を設立し、鉄道車両の生産を分社化した。バス製造事業についても、同様に、東堺車両鍵古墳有限講師として分社化が行われた。東久市鉄工省遠隔、山田敦氏 1930年代台湾の台湾人企業家、チロン P822020 年1月20日閲覧、ABCDEFGHI 台湾車両講師、同栄鉄工省鉄道車両工場時期名は、昇州ミノルイサオアーガイブド2009年7月22日、アットザウェイバックマシン、台湾車両講師、ヒンドゥイ別。ありがとうございます。